吉田さん、お父さんですか。これ前も取り上げたような気がするんですけども、あれでしょ、貧乏であることは恥じゃないけれども誰も納得してないみたいなね。だからやっぱこう、豊かさってみんな人それぞれなんですけども、だから人それぞれだから結構ね問題が起きていて、なんで友達の家にはこれがあるのにうちにはないのっていうふうに聞かれた時に、うちはうち、よそはよそって確かにそうなんですけども、子供が恥ずかしい思いしてるっていうことをね、もう本当に訴えかけてるのに台無しにしちゃいますよね、そこはね。やっぱり子供っていうのはまだ育ってないわけですから、自分の物差しで、まあ、感情とか語るわけですよね。じゃあその時に友達みんながね、ゲームボーイって言ったらちょっと古いけど、友達みんながゲームボーイを持ってるのに自分だけ持ってなかったら、例えば今度ゲームボーイ大会やろうぜって言った時に仲間に入れないわけですよ。でそれに対してうちはうち、よそはよそみたいなことを言ったらね、どんな目に遭うかってことは想像できるわけじゃないですか。いじめられないにしてもその輪に入れないから、かわいそうな思いをしてね、お父さんお母さんは自分をなんかね、こう全然言うこと聞いてくれないし、ゲームボーイ1個買ってくれない、それをお金がないっていうせいにして抵抗できないことしちゃうと、ゲームボーイ1個買ってあげられないですかね、お父さんお母さんね。ちょっとあれだよ、牛丼屋で1日バイトすれば買えるんじゃないかなと思うんですよ。つまりは子供にそこまで労力を割くことができずに、まあ、自分の疲れとかを優先しちゃったりとかね、自分の都合を優先しちゃってしまうっていう姿がそこにあるんじゃないかなとも思えますし、これはドラマの話なんですけども、お金がないっていうね、織田裕二さんのドラマが昔あったんですけども、あそこで織田裕二さんの、その萩原健太郎に弟が2人いるんですよ。その2人の弟が小学校かなんかで、今度キャンプでゲームボーイ大会やろうぜっていうふうに友達に誘われたのに、うちゲームボーイないからなっていうふうにこうちょっとねしょげるんですよね。で、確かゆうすけだったかな、その萩原健太郎の弟さんがね、小学校のゆうすけくんだったと思うんですけども、あの質屋の前に行ってゲームボーイがね飾ってあるのを見て、欲しくて欲しくて、ついにそれをガラスでバーンとね石で割ってね盗むんですよ。で盗んで警察にお縄になるみたいなシーンがあるんですけども、まあ、確かに物を盗むのは悪いことなんですけども、その盗まないといけない状況にさしちゃったとかね、子供心に自分でお金を稼ぐことできないのに、でも兄ちゃんも頼りになるお兄ちゃんもゲームボーイ買ってくれないで、友達はゲームボーイで楽しんでる、自分は仲間に入れないって、この気持ちを分かってあげられないっていうのがどういうことなのかなと思っちゃいますよね。やっぱゲームボーイ1個ポンと買い与えてあげるくらいのことができなければ、それは貧乏は全然恥ずかしくないって、恥ずかしいですよ貧乏って、でそれはお金がないことの苦しさって、稼いでる人だったらもう何よりも分かりますからね。もう稼ぐってことがその自分の人付き合いも変えないといけないし、お金ばっかりのこと考えて嫌だねって批判にもさらされないといけないし、それからね、お金払ってくれた人に ありがとうございますありがとうございますみたいな感じでお礼もしないといけないしね、だから本当にその貧乏が恥じゃないんだったら、やっぱみそばらしいものを着ててもね、なんか道端に落ちた、それこそ歯型のついたメロンパン食べてても恥ずかしいなんて思うなって話じゃないですか。私は平和公園で2年間ホームレスしたんで、それがどんな暮らしだったかね、ここでも言えますけども、歯型のついたメロンパン食べたのって生涯でその時だけですからね。それからもうあれですよ、1食5000円とか1万とかっていうものをメニューで取っても、あのことは思い出す、もう忘れることがないですよね。だから逆に言うと、そのお金がなくなったらこんなひどい目に遭うのかとかね、仲のいい人とも仲良くなれないってこととか、究極家族ともそりが悪くなくなってくるわけですよ。である程度はやっぱりお金がないと、お金によって仲が悪くなるってことはやっぱり理解しないといけないでしょうね。だって他の人はお金持ってるわけじゃないですか、自分がお金がないわけじゃないですか。であと困った人にお金が使ってあげられないとかっていうところもあったりとか、いやお金がないのは恥だと思わないといけないですよね、私はそう思うんですよ。お金がなくても大丈夫っていう人は、それは自分でお金の苦しさも体験しないし、自分でお金稼いでないしみたいなところなんじゃないかなっていうふうに思っちゃったりするんですけども、まあ人それぞれ状況違うんでね。あ、最近ね、何度もお話してますけども、近所にねパン屋さんオープンしたんですよ。でパン屋さんで結構高いんですよ、パン1個が200円とか300円とかするわけじゃないですか。食パンなんて1500円ぐらいするわけですよ。でもそれもなんかね、オープンの時にがっさり買って自分が食べるんじゃなくって、自分の周りの人にね、これあげるよみたいな感じで食べてよみたいなのができるのは、なんでかっていうとお金が余裕があるからですよね。でお金が余裕がなかったら、近所にお店がオープンしても助けてあげれないですし、なんかね、
家族が何か挑戦しようとしてる、友人が何か挑戦しようとしてる時に頑張ってねって掛け声しか応援できないわけですよ。でも実際は知り合いの店がオープンしたらちょっとね割高な分食べに行ってあげるとか、なんかシャンパンの1本あげてあげるとかっていうので、まあ、花束をねプレゼントするとかいろいろできるはずなんですよ。でお金がなくって友人の店のオープンが応援できないとかね、なんかお金がなくって、まあ、例えば分かんないですけどもクリスマスにプレゼント買ってあげられないとかね、そういう風になっちゃったらそれ恥ずかしくないんですかみたいなことになっちゃいますよね。もちろんそれを恥と思わない人を批判することはないんですけども、まあでもできた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。究極はじゃあお金があります、お金がないです、どっち選びたいですかっていう時にお金がない方をわざわざ選ぶ人いないと思うんですよ。いや選ぶでしょ、お金がある方ね。でお金があったらとりあえずは出勤してどっかでねネクタイ締めて、ネクタイ最近締めないけども自分の興味もないような仕事をコツコツやる必要もないですしね。お金があればなんかね、最大限自分の選ぶ人と一緒にいることもできるしね、なんかいろいろと思ってることも実行できるしね、まあ吉田さんなんてのはすごいですよね。M4 ですか、 BMW まさになんか自分のために手に入れたというね、1000万ぐらいかかったわけでしょ。でもまあ前も言いましたけども、1000万円ぐらい車に投入できないくって何やってるんですかとも思うんですよ。人生は一度きりでね、今こんな素晴らしいテクノロジーがあって、それこそね、なんか昨日一昨日それからもうちょっと前か、1週間ぐらい2週間ぐらいになるかな、ショート動画をね YouTube で上げたらむちゃくちゃアクセス稼ぐんですよ。すごいですねこれはね。まあそういう発見からまたね売り上げにつながるなと思ったら、なんかやっててよかったと思いますよね。いや少なくとも麻雀店やっちゃダメだろうなと思いますよね。麻雀店ね、大好きな麻雀店が私の人生をぶっ潰しましたみたいなね。だから麻雀が敵になったわけですよ。今は好きでもなんでもないような YouTube やって、 YouTube がね向こうから寄り添ってくれたみたいな。だからなかなか相思相愛的にいかないんですけども、まあ、とりあえずはね今の暮らしがあるのは、ね、Google のおかげだなとか YouTube のおかげだなと思いますよね。まあ、こういう分かりやすい正解があるんですけども、 YouTube の世界に入ってくる人は少ないし、 YouTube が続けられる人も少ないし、 YouTube から収益をねガッポガッポ得る人も少ないかなってことですかね。まだ11月全然始まったばっかりなんで、もうちょっと売り上げ取っていきたいですね。YouTube も最近ね、なんか調子いいんですよね。チャンネル登録もまた増え出したんで、なんか1万5000人とか今月行くんじゃないかなってところですけどね。まあチャンネル登録増やそうとしてないんですけど、全然。チャンネル登録よろしくねとか言ったことないですからね。まあ今言ったか。まあそんな感じです。ちょっと雑談が過ぎましたね。いってらっしゃい。